皆さんこんにちは、トーマグループトーマです。今日はですね、この私が書いた本の社員を喜ばせる経営、今いる社員が辞めずに育つ人材育成の成功法則をお届けさせていただきます。一本足打法か量気経営。会社には必ずもともと行ってたる確固たる事業があります。他社との差別化を分かれる得意分野です。そのレールの上を順調に進んできたのです。しかし従来のレールと異なるレールを経営者は新しく敷いていくチャンスを、ね、やることが必要です。一本足打法の会社はいずれなくなります。少しでも量気経営にシフトいくことです。ピンチに強い柔軟な会社を成熟していきます。当社の国際部はこれからですが、翻訳機能がついた Zoom によるウェブミーティングが進化し、今後は面白くなっていくでしょう。かつての人事労務部のようにいずれブレイクするチャンスをはらんでいます。今は鳴かず飛ばずでも、将来見据えてレール作りの布石を置くということも大切なチャレンジです。チャレンジには失敗もあります。本書冒頭で述べた Amazon のエピソードのように、失敗して頓挫するものばかりかもしれません。しかしそのたくさんの失敗の中から会社の将来的な基幹事業が生まれてきます。たくさんのチャレンジのある芽を今吹かせるのが、さまざまなタイプの人間社員であるということです。経営者は新しいルールを作っていくため、新しい知を積極的に採用していくことが大事です。今まで会社にないなかったようなタイプ、少し経路の変わった人材、ユニークな発想を持つ、する若い人たち、彼らを会社の集団とは異なる人間だからといって理由で排除してはいけません。異なる人間であるがゆえに、将来の戦力になると見極められるかどうか、この目利きも社長には求められています。我々が、本当にいろんな部隊、今10いくつの部門があって、それぞれの部門がそれぞれの、仕事をしながら、一つのお客さんにいろんなサービスをやっているワンストップグループをしています。その中で国際部とか人事労務、いろんなこう部隊ありますよね。ですから国際部なんかは外国人の方が随分いらっしゃいます。それから、人事労務というのは会計事務所の中でスタートをしますけど、またちょっと違った色合いのお客様サービスの仕事です。IT の舞台に至っては本当にまた違った経路の人間が入っています。そういう人たちがこううまくミックスして会社はうまくいくんだろうというふうに思います。量気経営というのは、知の進化、今ある仕事を深掘りする、知の、多角化、知を、拡大していく、いろんな意味で新しいものに乗っていくという、この辺の2つがですね、相まるということなんですね。知の進化はしやすいんです。深掘りですからね。けど知をいろんなところに広げていく、仕事をいろんなところに広げていくというのは非常に難しいですけど、そういうチャレンジをしたところが会社が良くなっているのかなというふうに思います。ある文献によりますと、50年前に、やっていた会社が現在 1% しか残ってない、その 1% の中も基本的にその当時やってた業種と違ったものをやってるっていうのが生き残りの秘訣だというようなことを言ってます。時代が変わっていきますので、皆さんも同じようにですね、やっぱり量気経営をやりながら、知の進化だけでなく新しい分野を取り入れていくっていうことが必要かなというふうに思います。ぜひ、その辺のところをご検討いただければというふうに思います。高評価をいただきたいし、もしよろしければ YouTube の登録をですね、お願いしたいというふうに思います。どうもありがとうございました。